クランブルック教育コミュニティとは、米国ミシガン州にある、アメリカ合衆国国家歴史登録財である、国定歴史建造物の一つ。クランブルックスクール、クランブルックアカデミー・オブ・アート、クランブルック美術館、クランブルック科学機関、クランブルックハウスガーデンらで構成される。同式地内にある全寮制の男子高校のプライベートスクールは、英才教育の名門。 英国のボーディングスクールシステムに習い、寄宿制度で現在でもそれが引き継がれている世界中から優秀な指定たちがここで教育を受けている。卒業生は2012年現職のバラク・オバマと大統領の座を争ったミッド・ロムニーなど、一貫教育ではあるが学部は存在しない。そのため彼らの大半は高校卒業後 IB リーグとして知られるイエール、ハーバード、 コロンビアなど、東部の大学へ進学する。その後再び、クランブルックアート大学院へ入学する者もいる。クランブルックアカデミー・オブ・アートは、同式地内に本部を置く、私立大学院である。日本での役名としては、クランブルック美術大学、クランブルック芸術大学、クランブルック芸術学院、クランブルック美術学院、クランブルック美術,クク美術アカデミー。 クランブルック芸術アカデミーなどがある。クランブロックと表記されることも、アメリカ版バウハウスとなるべき美術デザイン学校群として1932年に設置された。世界で2校のみ存在する美術、デザイン系の大学院大学である。世界トップランキング美大の1校で長男観光。全世界から優秀なデザイナー、アーティストが集まっている。応募資格は、 部派以上の資格を持ったもののみ。その上で、さらに合格率は2から5%であるため、世界学校ランキング1位を独占しているハーバードの MBA、大学院の2から3倍合格するのが難しいと言われている。各科号と平均8人ほどしか入学を許されない。卒業生は、毎年全学科総合して75名前後。 通常1500から2000以上の学士課程の生徒を持つ他の美大と比較すると卒業生の数が極端に少なく情報公開もあまりしていない。大学院のみのため RISD をはじめとする各国の有名美大の学部出身者がその後経験値を積んだ後大学院課程として進学するケースが多い。美術系大学院のため一般に 名前が知れ渡っているわけではないが、デザイナーや美術家の間では言わずと知れた、超名門校である。著名な卒業生は、チャールズ・イームズなど、創立者が米国にもヨーロッパ芸術やバウハウスなど、デザイン教育の流れを作ろうとして創立したことに、始まる、世界のデザインの歴史の中でも重要な地位を、保っている。歴史の本や米国美大の研究文献などにも、 取り上げられることも多く、アメリカ版バウハウスとなるべき学校群として創立された。そのため他の米国美大としては、稀なヨーロッパデザイン芸術の影響が強く、今は亡きデザイン史における伝説の学校、バウハウスに一番近い状態で現存している学校と言えるかもしれない。1932年に、フィンランド出身の著名な建築エリエル、サーリネンにより、 校舎がデザインされ、彼が初代の校長となる。この建築史においても歴史的価値の高いヨーロッパの流れを持つ美しい校舎や美術館へ各国から訪れるデザイナーや研修旅行としての見学者も少なくない。ありがとうございます。